アコシュミネトラジ。はい、皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今夜もこの時間がやってまいりました。アコシュミネトラジ DJ 増本です。花粉の方がですね、随分といい感じになってきたと思ってマスクを外して過ごしてたらですね、一発で来ましたね。あのマスクした状態で多分その隙間からちょこちょこと入ってくる花粉ですね、その数が少なくなってきて、だいぶ症状が落ち着いてるのもう大丈夫だと思って外して外でうろうろしてますとですね、まだまだダメでしたね。でも一時に比べれば非常にいい感じにはなってきてますね。前に比べたら鼻が詰まって寝れないっていうような症状はなくなってきましたし、もうそろそろ野外で遊べる時間が来る、時期が来るですね、ではないかなと思っております。はい、今夜もそういうところで元気にお送りしたいと思います。アコシュミネトラジスタートです。茅ヶ崎 FM。 はい、改めましてこんばんは、 BJ 増本です。おかげさまでですね、去年おととし、夏に8月に始まった湘南ウクレレクラブですね、こちらの方が今度の土曜日4月20日の大磯ハーブの時間というお店、この練習会で100回目を迎えます。ありがとうございます。まあ雨で中止になったのがその間3回ぐらい確かあったような気がするんですね。雨とあとは なんだったかな、なんかで中止になったのが確かあったと思うんですけど、2回か3回、それ以外はもうずっとやってきてますからね。おかげさまでもうこれ何ヶ月経つんですか、1年2年、1年と半分ぐらい、はい、これでですね100回ということで、まあ100回もよく皆さんお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。今度のハーブの時間練習会の後はですね、まあ大磯ですので海が近いということで、終わった後にでもですね、コンビニでビールなんか買ってみんなで乾杯できたら嬉しいなぁなんて思ってるんですけど、まあその時にまだ花粉が飛んでたら辛いですけどね、まあもし天気が良ければですけども、皆さんぜひ参加して、一緒に100回目をお祝いしていただけたらと思っております。これからですね200回300回とどんどんと、数を増やしていきたいと思いますので、皆さんもぜひ参加いただければと思います。遠方の方はですね、何かのついでに来ていただけたら嬉しいなという感じですね。はい、こっち方面湘南地方、これからですね夏に向かっていきますと海水浴もありますし、海岸でバーベキューなんかもいい季節になってきますからね、そのついでに練習会にもぜひ一度参加いただければいいかなと思います。毎月出なくても大丈夫な感じの練習会ですので、その場その場で何が起きるかわからないと、まあ、集まった人の中で、楽しくやるというような感じ、まあ、もちろん曲は決まってますよ。集まった中でさあ曲から決めましょうかという感じにはならないんですけども、初めて来た方も一緒に楽しんでいただける、練習会になっておりますので、ぜひぜひ皆さんも参加いただければと思います。というところでですね、また6月に実は川和神社でウクレレコンサートを開催させていただくことになりまして、その詳細につきましてはこの後、曲を聴いていただいた後にお送りしたいと思います。まず1曲目聴いていただきたいのはですね、先日発売いたしました BJ の新しいアルバムウクレレルームの中の曲を、バリトンウクレレとレギュラーチューニングウクレレで利用しました。聴いてください。僕は幸せ。
が先 FM。 はい、ありがとうございました。バリトンウクレレとレギュラーチューニングのウクレレですね。このデュオで僕は幸せというのを聞いていただきました。このバリトンウクレレっていうのはテナウクレレよりもまだ一サイズ大きなウクレレでありまして、チューニングがちょっと違うんですね。まあ、あのレギュラーチューニングもできる弦も売ってるんですけども、基本的なチューニングといたしましてはギターの1弦から4弦なんですね。はい、ウクレレよりも低いチューニングになってますので、この何とも言えないこう甘い温かい優しい音が出るんですね。はい、これを伴奏にしてメロディーをレギュラーチューニングで弾くというような感じでこれを作ってみました。このままウクレレルームのアルバム全部をですね、このバージョンにしてインスト CD を作ろうかというところもちょっと考えてるんですけど、意外とあの寝る時に聞くと落ち着くという声をいただきましてですね、これはあの新しいウクレレのスタイルとしては面白いかなと思うんですね。バリトンウクレレってですね、意外と面白いですし、最近は安いモデルが結構出てますので手軽に始められる、はい、ウクレレのように、ウクレレもあの安いモデルがいっぱい今出てるじゃないですか。ああいう感じでバリトンウクレレもありますので、ちょっと手軽に始めるにはいいかなと思うんですね。まあ、手軽に始めた後にいいバリトンウクレレを買いたいなと思ってもあんまり数がないんですけども、まあ、それだけ人口も少ないんですけども、また少ないからの良さと言いますか、みんなと一緒じゃ嫌だっていう人にはこれいいかなと思うんですよね。はい、湘南ウクレレクラブの方でもですね、バリトン弾きの方いらっしゃったらぜひ一緒にですね、参加していただいてみんなでセッションすると面白いかなと思います。このバリトンウクレレっていうのは5フレットにカポをしますとレギュラーウクレレ、レギュラーチューニングのウクレレと同じになりますので、バリトンウクレレ1本練習会に持って行ってカポも持ってるとみんなと一緒に合わせることもできますね。はい、バリトン用のアレンジもするのもできるんですけど、その場でするのはなかなか難しいので、そういう使い方も可能ですね。それであのウクレレと同じようにロー G だったりハイ G、まあバリトンはハイ、でローでということになるんですけど、そういうのもあります。はい、もう一曲じゃあそのバージョンで聴いていただきましょう。雨が降って水の音。ちなみにあの右がレギュラーで左がバリトンですからね、聴いてください。はい、いかがだったでしょうか。バリトンとレギュラーのこのデュオっていうのはいいですよね。レギュラーとレギュラーのデュオもいいんですけど、まあ、どちらかというとレギュラーチューニングのウクレレっていうのは高音寄りでカキカキした感じがあるんですね。まあ、それはそれでウクレレの良さなんですけども、そこにバリトンのこの中低音みたいななんか甘い感じですね、これが入るとより癒し効果も上がるということで、BGM をちょっとしばらくバリトンも弾いてみたいななんて考えております。
います。ということでバリトンのお話にちょっとそれたんですけども、番組冒頭でお話ししました、6月16日日曜日に二宮川和神社で開催させていただきます、ウクレレコンサートのお話をさせていただきたいと思います。はい、ウクレレをですね中心にしたコンサートに、ゲストの方をお呼びして一緒にセッションをしたりとかっていうコンサートですね、そういうのを BG をやっていこうと思いまして、その第1弾といたしまして今回川和神社で開催させていただくことになりました。BG のライブはもちろんですね、あとはゲストの方のライブ、それから、湘南ウクレレクラブの演奏ですね、そういうのも含めて、あとはワークショップの時間も設けまして、ちょっとした曲をですね、観覧に来られた方にもちょっとウクレレに触れていただいて、ちょっと簡単に日曜日よりの死者なんてコード3つですからね、そういうのもみんなでちょっと合わせられたら面白いかなと思います。観覧の方も、ウクレレ持ってる方はぜひ持って集まっていただければと思います。遠方の方はですねその日に向かって、二宮の方に集まっていただければななんていうお祭りにできればというところで設定しました。今回のゲストはですねいつもお世話になっております、ボサノバの大御所ですね、アンジェロさんにお願いしました。雨が降っています、伝う時が流れてゆく、風と同じ自然に星の下で夜ありがとうございました。アコ趣味ネトラジ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今度の5月5日茅ヶ崎里山公園春祭りですね、メインステージの里山音楽祭の方に湘南ウクレレクラブが出演させていただくんですけども、そこに出演を希望されてる方ですね、お早めに BJ の方まで連絡をください。もうすでにいただいてる方は大丈夫なんですけども、練習会の時でいいやと思ってますと、公演の方に申請いたしますので、そこに名前が載らないということになると後々いろいろと、まあ、出れるとは思うんですけども、もしかしたら何かのあれがない場合もまだ分かんないですけど、そこはちょっとあれ言えないんですけどね、まあ、そういうことにもなるんですけども、まあゆっくりでもいいやという方はその辺をご了承いただいて、ということで今夜は以上になります。また来週お会いしましょう。おやすみなさい、さようなら。茅ヶ崎 FM